そこには行きたくないの。お前が行きたいって言ったんじゃねえかよ。あっちのが絶対楽しい。は？は？もう限界だわ。ずっと我慢してた。もう耐えれんわ。デートの話は今置いといて、言いたかったこと全部言わせてもらうわ。街中の喧嘩もいいだろ。おい、カッコしとけ。このソチン野郎、やりたいだけか知らんけど、付き合った途端表現するクソな態度。最初はマミにライン送る場も全部礼儀正しい。今じゃほら二日も見ろくむし、冷たすかドライアイスからさまに。忙しいのわかってるけど、気になるおっぱいでもできたの。気に悪いね、はっきり言って隠しててバレてせて逆切れ調達せよ。数頭が飲んだらそんなの雑魚とか、お前の普通の中で生きていない。閉鎖しろ、覚えてんぞ。貸した金計108000円。過ち直るなら今謝りをごめんなさい。前の愛そうすごくて騙されてた。この演じてくれよ蓮君。戻せない分かってるけど、戻したいこの気持ちだけは確か。その上に言わせてもらう。別れたいなら今別れよ蓮君。なるほどね。まあちょっと食らっちゃったけど、いやいや、それじゃあ愛ちゃん言わせてもらいます。最近骨も感じててマイナス。エッチするとき、甘えられるとき、猫なで声みたいなんするのキモいぞ。ねえ気持ちいい、ねんキュンチキン、うんちやだピエン。ゲロ吐きそう、やめとけよ。いい年してリスカもやめとけよ。食い物とか私物をさ、部屋に撒き散らかすのもう勘弁だ。家事分担もしっかり決めたから、サボらず食器は洗ってくれよ。あと勝手にどうせ私なんて可愛くないからって勘違いして切れるの迷路や。この手のがわかんねえのか。おい、可愛いし性格もいいと思ったから付き合ってんだろうがよ。お前だって本性見えてきて、俺もちょっとお前のこと嫌になってるよ。金のことは申し訳なかったよ。